はいどうも、カードショップ桃田屋の山本です。毎日 MTG 関連の動画をアップしています。よかったらチャンネル登録ご協力よろしくお願いします。もう今年入ってからひたすら減り続けてるやばい、本当にやばい。なんとかご協力よろしくお願いします。はい、さあそしてね、本日紹介するデッキ、今環境でね、もうみんな諦めてんのかな、ミドタンミドターンはね、ずっと考えてた。なんとかミドターンでこの環境で勝てないかなと思ってね、考えてて。で、行き着きましたよ。もうこれが多分ね、ミドターンで一番勝てるのが、八百長とかもいいんですけど、もう八百長とかよりもやっぱりアグロ系の方が強いかなと。で、アグロかつ、ちょっと土地が伸びて、最終日差で押し切るみたいなね。動きができるデッキがいいんじゃないかなと。で、1マナのクリーチャーとしては、マンホーク。陥没穴の偵察、1マナ11で。で、探検を行って、まあ、土地をハンドに持ってくるか、22になるか。で、あとはこれ、進化する適応体。で、こいつは、11で自分よりパワーかタフネスが大きいクリーチャーが出た時にね、サイズがアップしていくと。まあ、最初11。で、2ターン目に、獣呼びと新人がいると。こいつらもね、どんどんサイズが大きくなっていくクリーチャーですね。で、3ターン目に、できれば、まあ、小玉出したいなと。もしくは、ボラック。ボラック出した時ね、こいつとこいつが、例えばいるとする。だこれが1ターン目、2ターン目で22になると。両方22。3ターン目、ボラック出した時に、まず33になって、増殖やって44。3ターン目44、2体で殴っていけると。例えばこっちだったら33、2体で土地が2枚出てくるみたいなね、そういう動きができるんですね、小玉。まあ、小玉もね、いろいろ使い方考えてたんですけど、まあ、この形が一番なんか活躍できるかなと。まあ、なんだかんだね、3マナで硬い、こいつですね、到達持ってるし。ポルクラノスの祭壇、こいつもね、めっちゃ強いんだけど、あんまり使われないカードなんでね、まあ、ここでちょっと活躍させてやろうかなということで。で、まあ、あと、ボリンクレックスと、シルバーバックのコロ、まあ、これはひたすら硬いし、膠着状態になった時に非常に強い、ライフをずっと回復したりね、エンチャントアーティファクト割れるし、非常に強いカードなんで。で、まあ、フィニッシャーとしては、もうとにかくニッサ。で、森しか入ってないんで、ニッサの奥義がめちゃめちゃなぜ強くね、使えるように。もうあの、母星樹とか、まあ、そこら辺は入れずということで。はい。まあ、これでね、環境デッキ、殴っていこうかなと思います。さあ、それじゃあやっていきまーす。はい、プレイ。さあ7枚でキープします。さあマーホークからいきます。リゼットか、さあ目ざとい新人いきましょうか。がっつり焼かれますね。ハブが押していく。さあブラック。さあもうこのまま一気に押し切りたいですね。どうなんだろうな、これ入ってて強大やかのし
ね、兄弟戦争とか入ってるかな。この土地はすごくありがたい。さあ、ボルクラノスの最短。行くか。スタート。さあ、あと3点。家の焼き払いさえ飛んでこなければ。焼き払いあったら結局一緒やからな。さあ、ブロック。ありましたね。見事にやられた。ここで出したかったなぁ。あと1マナ欲しかった。さあ、適応体、ここで押し切れるか。タイバーの抵抗。捨てないっていう選択肢あるんだね。忘れとった。これはいい引きですね。スタートック。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。2番目引いてほしいな、なんか。うん、何も来なかった。さあ、黒相手に通じるかですね。除去が多いから、もしかしたら何もできずに負けるかもしれんし。さあ、進化する適応体。ではない気もするが。うん。さあ、西のキノコ玉。
アタック。お、通りましたね。さあ、果たして数で押していけるかどうか。さあ、ブロックしない。さあ、目ざとい新人モラックス。アタック。さあ、サイドで圧倒できるといいんですけど、シェオル来られるとちょっとしんどいか。ポルクラノス出せば、まあ無謀になるんで、ややこしいの出てきましたね。さあ、5-52体でアタック。さあ、土地持ってきます。強いね。まあでも殴っては来れないですかね。殴ってくんのかい。殴ってきたらもう終わりちゃう、これ。分からんけど。おい、さあ、ボディフレックス。さあ、バック。これギリ終わらんか。まあでも勝ちですね。土地がどんどん伸びる。で7点回復するのか。それがちょっとめんどくさいな。あ、しまった。先にこいつ出すべきだ。
水跡を一瞬で行きます。スターバック、まあトランプラ持ってないけど、もう押し切れるでしょう。さあブロックしない、はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープします。さあマーフォークからいきます。さあ土地が欲しいな、土地が。さあ相手人間デッキか、これで来るんだったら遠い新人でもいいか。さあダック、さあ西のキノコ玉いきます。さあダック、土地が並ぶ。さあ44がでかいの来ましたね。どうしましょうか。さあ44一体でアタック、どうしてきましたね。さあバニコーンが来て、バニコーンが厄介なんだよね。6マナどっから行くのが一番いいやろ。さあ適応体、さあ獣呼び、さあトリクラノスの最短、
さあこれで5号を攻撃しないですね。バニコーンいるんでちょっと攻撃ができないですね。とりあえず睨み合いでいいかな。さあカード引きます。さあカード引きます。まあブロッカーはいっぱい出しとこう。さあマンフォーク、さあ合意しない、まあ、ニッサ引けば勝ちぐらいの感覚で行きたいですね。まあそれでは突破できんよ。クリクリ来ましたね。まずここでブロックブロックブロック3はブロックする必要ないか。まあ、こんな感じか。まあ、あとややこしいの一体ブロックしとこうか。ブロックできてないやつだけで何点食らう ?15 点ぐらい。さあブロック。まあこれは全然余裕ですね。はい、対戦ありがとうございました。さあ対戦相手先行。はい、7枚でキープ。さあ適用隊からいきます。好みエンジンコ、さあだ次土地引くかどうかがすごく大きいね。しまったね、今の呼び声の方、呼び声じゃない、獣呼びの方が良かったかな。そしたらまあ最悪土地引かんでも33では殴っていけたんだけど。さあアタック。ブロックしてくるか。さあ獣呼び。あ、もう1体いる。いや、いいですね。ボラックで来る、こっちの方がいいかな。
ストアタック。さあ、どうも。ストアタック。さあ、土地が伸びていく。はい、対戦ありがとうございました。でこれはちょっと微妙な気もするが、まあ一旦引けって感じですね。引かんかった。さあよろしく。ちょっと順番が悪かったね。さあ、敵を体出していきます。さあ、アタック。相手もランプですか。さあ、小玉。さあ、アタック。さあ、ターン終了。家の焼き払いとか飛んでくんのかな。ほう、児玉のコピーとして出てきた。さあ、ブラック。さあ、ダック。さあ、さらに土地を出していく。ターン終了。
P を作る。はい。パンもらいます。サバイバーのフルート X9 でスタタック。はい、対戦ありがとうございました。7枚デッキ。サターン終了。まあ新人からかな。飛んできた。さあ獣呼び。サタミオの保管。どうなんだろうね。非常にやりにくいが、まあ殴っていきましょう。まあやりにくい。やりにくい、やりにくい。まあ太陽光界の集団失踪があるともう終わってしまうんで、ないことを祈りながら行きましょう。あるんだったらもうここで使ってくるやろうし、ね、一気に削ってきましたね。まあ何もないと信じていくしかないよ、もうここでね。サボラッ、ホーローがいるとして、まあ関係ないか、全部突っ込めだな。おお、それはお相手苦しそうだな。まだライフあるのにブロックしてくるってことは結構苦しいんじゃないか。さあアタック。
ターン終了。アタック、はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ランプパンチということで、まあパンチしながらランプしていくというね、シンプルだったんですけども、かなり勝率良かったですね。5戦5勝だったんで、うん、すごくね使いやすい。でこいつピン刺しで結構なんか圧が強いしいいですね。まあボリンクレックスに、とにかくニッサで今回決めれんかったけど、そもそも序盤がすごくサイズ大きくなって強いっていうのがいいですね。まあ、こいつも22になってくれればね、3ターン目、まあ、こいつはサイズ大きくならんか、まあ ボラックス、ボラックか、ボラックだったらね、3-3にはしていけるんですけど、まあ、適応体1ターン目出て、2ターン目、新人か、獣呼びみたいな感じで、小玉出せたら3ターン目にね、かなり強い動きができるんで、そして土地が伸びて、その後はね、ニッサにつなげられるとね、いう感じで、思ったより、勝ちやすいですね、今環境的に。うん。まあもうちょっと調整して、この環境でもう一回ぐらいはやりたいなと思いますけど、はい。まあ、それはまたお湯考えようかな。はい。まあそんな感じで、ミドタン好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。